ミサコスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、ミサコです。今回はタイのカオヤイ国立公園に行ってきた様子をお届けします。それではどうぞ。今回はノマドニアの同期数名でカオヤイ国立公園に行ってきました。日帰りだったんですけど、車をチャーターして早朝に出発、バンコクからおよそ2時間ちょっとの道のりです。大自然の中を走っていくので、バンコクとの人の差にびっくりします。公園に到着しました。とにかくひどいので今回行くのは一部なんですが、天気が良くて最高に気持ちよかったです。最初はハイキングをすることにしました。自然の中をゆったりと歩いていきます。ハイキングコースぐるっと一周できるようになっているんですけど、他にもキャンプができるエリアもあるみたいですよ。いけいけ。スタートからいきなり吊り橋、みんなちゃんと一列で歩いていくのが RPG 感。完全なる勇者のパーティーですな。誰か揺らしてる。冒険の旅の始まりだ。いやおい。ちょっと現地の人に見えたわ。現地コーディネーター片言の日本語でたくさんいますが言えないじゃん。みんな目綺麗じゃん。すごい。いや、いいね。いや本当やっぱりスンって冷たくなるね。いいわね。どういうこと、ね、どういうことこれ。あ、お猿さんよ。そんな配慮、それ配慮。ああってことじゃない。慌てるでない。この現地コーディネーター古いぞ。絶対水戸黄門とか見てんぞ。なんかこういうところってさ、クモの巣とかありそうなのに、なくない？クモの巣がない。あ、めっちゃ蝶々。本当だ、めっちゃ蝶々ね。すごい。これじゃ逆に下見ない方がいいってこと？逆に。そっか、行け。いやでもなんか下で動いてるように見えるものを影だったりするから。早くして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 。ドンストップ。コーディネーター急いで。え、てか今ここで300？ここで300なの？まだ？見たもんね、うちら歩くの。そう。終わった。終わらない。終わらない。強い。なんかさ、気持ち勇者だ。勇者、めっちゃ勇者。初心者か、うん、初心者はすぐ宿があるんだよ。そう、体力回復しないとダメだよ。敵はスライムだけなんだよ、うん、今ちょっとレベル高いと思う、初心者には。え、これ虫？この音。あ、虫だ。あ、それはすごい。もういけ。力を感じるよ。あ、隊長、すごい、違う違う。隊長、マジ何キャラなん？いいわ。面白い。ちょっと今、
あ、違う、ゆうちゃんの悲鳴、うん、一瞬滑ったゆうちゃんの悲鳴です。どうしようかな、これで足の短さが露呈すんな。 OK。 あ、これ大変。かわいいかよ。川だ。わ、来た。10人。うわー、めっちゃ揺れるよ。さっきより揺れる気がする。体感、汗だくだぜ。体感だぜ。やばいやばい、この人悪魔、この人悪魔。犯人こいつ。秘宝はどこですか隊長、秘宝は。この先だ。え、体調本当ですかこれは。大丈夫？大丈夫。村長？村長？え、嘘。え？音はめっちゃする。え？え、嘘でしょ。え？え、でもなんかあの人たち。これ。え？いや、それ違うと思うよ。本当に？一回行ってみる俺は。え？戻ってこれ。絶対それ今いらないやつ。遭難したら連絡ください。いや、遭難したら連絡できないと思う。ぜひ結論を一つ。結論？はい、結論、行けなくはないけど道はない。これが私のアナザースカイ。OK。 とにかく楽しかったので、皆さんもゆったりと公園行ってみてください。このポーズしてほしい。バイ。撮りたい。あ、じゃあ私サロやおうか。結果ちゃんとやってたわ。ランチタイムです。公園の中にあるレストランでお昼を取りました。公園内にワイナリーもあって後で行くんですけど、美味しいワインとホロホロのお肉でランチマジで最高でした。ああ、ホロホロやで、ホロホロやで、どうしたもんかこれ。ここからは二手に分かれました。ゾウさんに乗るチームとワインを飲むチームです。たくさん試飲できて、その場でワインを買うこともできます。もう試飲だけで酔っ払ったもん。こちらのワイナリー、チーズやジャム、アイスなども販売していて、カフェもあって一休みできるようになってました。すごいな今日。ゾウ乗ってる間だけフラだったんで。え、すごいじゃん。私たちなんか持ってると思う。雨さんさんと。全然そんな優雅じゃないけど。落ちて。わずかばかりの運の悪さを。